この乱世、私に何ができるの。バカ、お供しますぞ。残忍な信長に従い続ければ徳川もいずれここは武田の手を借りてでも道を正さねば。信康の反乱に乗じて三河を制し織田討滅の布石となす騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か、あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。敵将討ち取ったり。耐えきれ、聞かせてもらう。信康が武田に通じるなど信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を立てば戦も収まるかと。武田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。あーちゃー、信康に改心する気はねえようだ。さあ家康殿、どうなさるおつもりで。信康は何故かたくなに。策を用いて信康殿と武田を引き離す。承知。その前に砦を押さえておかねばならず。敵将討ち取ったり。力を及ばすか。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬名、そうだな、私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上助ける道は。わしの窮地、私は何をすべきなのか。数正さえ追い払えば忠世は我らに味方してくれよ。開門。これは重継と近吉。信康に従い離反したのか。重継らの迷いが見える。今ならまだ解き伏せられるかもしれない。承知。はい。家康様に弓引くなどやはりできませぬ。どうか悲惨をお許しくだされ。迷いは晴れた。家康様の信じる道を支え、信康様の過ちを正さなくては。急がず着実に。織田殿は裏切りを許さねえようか。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうか。始末。桃地殿がその見届け。承知承知。責任というわけか。開門。よし、武田勢に向け偽の伝令を放て。わしの手受けたまわった。勝頼様、お耳に入れたき義が。何、信康の寝返りは偽りだと。そんなはずはないと思うが。今はまだ撃たれるわけにはいかない。変化へ撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。信康方の将を手早く倒すことができれば、武田は信康に戦意なしと見て引くかもしれない。おや
休め改心するどころか、ますます牙を剥いてきなすったか。承知。信康は身内を傷つけるような子じゃない。きっと誰かにそそのかされて。きっとそうよ。もしや私は天下無双なのか。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。まずは思惑通り、これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが。どうも信康は信用できぬ。下手に動けば何をされるか分からぬぞ。どうした、なぜ勝頼殿は動かぬ。援護がなくては我らはどうしようもない。勝頼様も信康殿も何をしておられるか、刺して待つだけでは勝てませるぞ。開門。受けてみよう。岡部殿が動いたか。ここは私が。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場。敵を蹴散らすのだ。この剣、正直身が物か。なぜこんなところで。私とて物の不なのだ。悔しいがここまでか。伊賀者が敵方に武具を届けている。見過ごすわけにはいかんな。わしの手信康が動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。開門。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。阻止はできたが、何故伊賀者が武田方に手を貸すようなのだ。伊賀者が敗退したたと。これでは武具が不足するかもしれぬな。たやすく三河を取れるはずが、こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は初めから無謀だったのだろう。このまま逃げ帰るようでは。承知。武田の名が地に落ちよう。我らだけでも意地を見せよう。徳川の行く末を案ず受けたまった。じればこそ私はそのことだけでも伝えねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。当主としてなすべきことをなすのみ。家康、嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの。全ては私の未熟が招いたこと。この命をもって償いましょう。討ち死に。どうして、なんでこんな結末に。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康は、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。せこれ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。いいわ、聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。
おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。もう十分ね。セナ、我が術天下無双なり。